では中身開けます。これは麻の袋と冊子と付属品いろいろと本体です。それとあと、まあ、いつものハンマーもついてます。でこの本体なんですけど、天然素材で作られていて、その木の部分がすごくかなりいろんな柄が入ってたりしますっていうことでレビューに書かれてたんですけど、今回私に届いたのはすごく綺麗なとても可愛らしいものが届きました。嬉しいです。でしかもやっぱり皆さん書かれていたりとか、他の YouTuber の方も紹介されてたんですけど、本当に軽くて持ちやすいです。で付属品なんですけど、これは前のやつにも、今まで使ってたやつにも入ってました。この指の、これは使ったことがないです。で楽譜書きを拭くやつと、音の番号のシールで目印をつける色のシールで、これは何だろう、ただの飾りかな。ちょっと調べてまた必要であればつけます。でこれがね、書かれていたのを見ると伴奏用のチェーン、なんかトレモロを作成しますって書かれてたんですけど、またこのトレモロがなんかよく分かんなくて、一応調べたらエフェクター、音を響かせるエフェクターなのかな。ちょっとここまで使いこなせなさそうなので、今のところまだね、これから頑張りますけど、ちょっと使えそうであればまた使ってみます。あ、そういうことか。でここのところにそのトレモロをつける、チェーンをつけるところがついてますね。だからこうするのかな。ちょっと後でやってみます。こちらを購入したいと思った理由なんですけど、私が今まで使ってたやつ、ずっと使ってたやつは、どうもこの高音のところがいまいち音の伸びが悪いというか、すごく引っかかるような感じだったので、ちょっと高音のものを演奏した時になんかあんまり気持ちよくない音が鳴ってました。で、これを紹介されてた方が弾いているのを見ると、すごく音の伸びが良くて綺麗だったので、ちょっとこれが弾いてみたいなと思って購入しました。ちょっとだけ鳴らしてみます。なんとなくね、違うと思うんですよね。ちょっと前のを持ってきて同じことをやってみます。お待ちください。はい、ではこれがいつも使っているやつです。やっぱりこれと比べるとかなり持った感じが重たいです。でこれね、ここに穴が開いてて、ここだけで音が響くのですごくいいなって思ってたんですけど、重たくてずっと演奏してると手が疲れちゃうんですね。で手首がしんどくなってきて、そこでもうちょっと
その日はやめちゃうみたいなこともあったので、これだとすっごく軽くてそこがいいなと思います。では鳴らしてみます。やっぱり引っかかる気がする。でちょっとすいません、この今このファの音はシャープになったまんまでした。音の質が全然違いますね。で響き方、やっぱりこっちの響き方、あの深い音が響いてる感じがすごく好きなんですけど、これも明るい音が鳴ってるような気がします。ではちょっとこちらの方で何か弾いてみたいと思います。ちょっと片付けて準備します。